にちは、今日はですね、バリスタにどうやったらなれるか、バリスタになる方法についてお話ししようかなというふうに思っております。まあ、前回に引き続いてなんですけども、前回はバリスタってどういう仕事なのか、バリスタの仕事の意味だったり価値だったり、一日を通してどんな仕事をしてるかっていうのをお話ししてみたので、まだ見てない方はぜひね見てほしいと思うんですけども、まあ、今日は、いつも通りこの閉店後のお店に来ているんですけども、バリスタになる方法、まあ、一応僕たちも、バリスタの採用をすることも、してますし、まああとはね、一般的にどういうバリスタの、まあ、この仕事の付き方があるのかっていうのも含めてお話ししようかなというふうに思っております。まあ、まずはねドリップをしたいんで、豆を測っていつも通り 14g の豆で230のお湯を使ってドリップしていきたいと思います。今日はエチオピアの豆、エチオピアのカヨっていう名前の山から取れた帽子とのコーヒーが届いているので、これをまずは引いていきたいと思います。で、まあバリスタっていう仕事に、まあ、どうやったらつけるかっていうところは、まあそれはお店によって違うと思うんですよね。まあバリスタっていう定義がお店によっては違っていて、この資格を取らないと、バリスタっていう風には名乗れないですよっていう風に決めてるような、がっちりしてるのね、お店もあれば、まあ僕たちもそうなんですけど、全然こう名乗ってしまえばバリスタっていうか、別にその資格がなくても、まあどうコーヒーを入れて伝えられるかっていうところだけでバリスタを見てるところも多いと思うし、まあそちらが多いと思うんですけどね、個人店でも多いと思うんですけど、まあそういう風にこうスタンスだったり仕事のこの役職の、なんだろうな、価値というかタスクっていうところが結構まあ違ったりするんで、なんとも一概には全部そうっていうわけじゃないと思うんですけども、まあ、僕が思う、ところから話すと、まあ、まずそうですね、バリスタになって何をしたいかっていうところが、あの一番明確にしないといけないところなのかなというふうには思います。まあ、資格を取るべきなのか、どのお店に申し込むべきなのかで、まあね、いろいろ考えることあるかもしれないんですけども、まあ、まずそもそもなんで自分はバリスタになりたいと思ったのかっていうところから立ち返って、考えてみた方がいいかなとは思ってはいます。どういうことかっていうと、まあ、それによって選ぶべきお店が変わったりすると思うんですよね。あとはルートというかね。で、まあ、例えば僕が面接をすることもあるんですけども、こういう感じのコーヒーをこういう風に伝えたいんですっていうのが、割と僕たちはすごい強く持ってる方のコーヒー屋さんだと思うんですけども、まあ、そういう感じのアサリでシングルオリジンで豆の個性をみたいなことを歌ってるコーヒー屋さんっていうのは、まあコーヒーの魅力を伝えたくてコーヒー屋さんやってるわけなんですね。で、来てくれた人、まあ、面接に来てくれてる人にどういうことを聞くかっていうと、どういうところを見てるか、まあ、偉そうな立場じゃないんですけども、どういうところを見るかっていうと、僕たちと進みたい方向性や世界が一緒なのかっていうところを見てはいるかなというふうに思います。例えば僕たちはフルーティーなクリアなコーヒーを伝えたい、その魅力を伝えたいと思ってるチームの中で、例えばラテアートを学びたいとか、コーヒーの苦味をより最大化して伝えたいっていうことが合わないと思うんですよね。これはいい悪いとか、合ってる合ってないじゃないんですけど、そのお店のコンセプトとか、お店が伝えたい方向性と、まあ、同じような方向性で働きたいっていう熱を持ってるかっていうところが、まず、まあ、見なきゃいけないところと、あとはそれを本当にやりたいのか、どのくらいのレベルでそれをやりたいのかっていうところは、まあ、結構 見てるお店多いんじゃないかなと思います。こういうまあなんかね、嗜好品なんですけど、こう突き詰めてこれをフォーカスして、これをに尖って伝えようっていうふうに思えば思うほど、本当にそれをやりたいのっていうところはすごい大事なところだと思うし、まあその中のねチームの人たちはもうコーヒーに熱中して熱くこれをこの美味しさをっていうふうにやってる中で、まあそのテンションと合うかっていうところは大事だと思う。そのテンションがあるとか熱があるからいいお店っていうわけじゃなくて、全くその、どんなスタイルがあってもいいと思うんですけども、まあそれが合うかっていうところも含めると、結局なんか自分はなんでバリスタになりたいと思ったのか、過去にきっとなんかバリスタコーヒーの仕事が面白いと思ったきっかけがあるはずなんですね。まあ何でもこのその些細なきっかけはあるはずで、このコーヒー屋さんに行ってこのコーヒー飲んだ時にハッと目覚めたとか、その時の自分のコンディションやメンタルがこんな感じで、その時に飲んだコーヒーがこういう感覚で、そんな風な気持ちにいろんな人になってほしいっていう風に思う人もいれば、僕なんかは最初コーヒーが面白いなっていう風に思ったら苦いコーヒーだけをだと思ってたんですね。でコーヒー苦くて、この苦い微妙な味の違いを分かるようになったら大人なのかなっていう風に思いながらチェーン店でバイトをしてたんですけど、まあ、他の動画でも話したかもしれないですけど、とある、まあ、ロンドンのコーヒー屋さんが最初だったかな、ロンドンに行った時のコーヒー屋さんで、もうタトゥーバリバリのこうなんかいかつい、マッチョなバリスタがいて、ハットとかかぶってピアスして、
そんなこういかついバリスタがバンバンこうエスプレッソマシンでこうやってバンバンバンエスプレッソを落としてるわけなんですよ。でそこで飲んだカプチーノがめちゃめちゃフルーティーでフルーツの味がして、まずその働いてる姿や空間もめちゃくちゃかっこよかったし、その人たちも話聞くと作ってる人がいて、こういう、 こう作り手ごとに味が違うっていうことだったり、シングルオリジンでちゃんと頑張ったのだけ対価がもらえてるようなコーヒーを広めたいっていうことを言っていて、で味がむちゃくちゃうまい、苦くなく、全く苦くなくてフルーティーで、なんでこんなフルーツの味がするんだろうって疑問に思うぐらい、あの個性的な味がしたんですね。で、まあそこからコーヒーってこんな味もあるんだとか、こういう伝え方面白そうだなっていうふうに思って、僕は最初その味から入ったけども、裏の社会性、伝えれば伝えるほど裏の遠く離れた生産者の暮らしにも関わることができるとか、まあ、やりがいですよね。目の前の人をハッピーにしつつ、遠く離れた人もハッピーになれるっていう仕事って、まあ幸せだなっていうふうに思って、まあ、そんなコーヒーの可能性がまだ日本にはたくさんあるかなっていうふうに勝手に思い込んで、コーヒーの仕事をやろうというふうに思ったんですけど、なので最初は味から入って、その社会性とか、あとはコーヒー文化みたいなところまで関われると面白いなっていうふうに思ってコーヒーの世界に入ったんですけど、まあそういう、そこまでね、別に具体的な熱く語れるストーリーがなくても、なんで自分はコーヒーに興味持ってるのかっていうポイントだけは明確にしといた方がきっといいんじゃないかなと思います。どういう時にいいかっていうと、まあ、まずはちょっと出来上がったエチオピアのコーヒー飲みたいと思うんですけども、うまいな。やっぱエチオピアはフローラルで、飲んだ瞬間の口の中に広がる香りがめちゃくちゃ花の香りとかレモンティーの香りがして最高に上品でうまいですね。飲みやすさで言ってもエチオピアがダントツに飲みやすいと思うんで、もしコーヒー、まあ、動画見てくれてる方でまだコーヒー馴染めてないんですよとか、美味しいコーヒー飲んだことないなっていう方はぜひ最初エチオピアのコーヒー飲んでもらえると言いたいことがわかるかなと思います。で、そのバリスタの話に戻ると、自分はなんでコーヒーやりたいのか、で、どんなっていうかね、コーヒーを通して どういうことを伝えたい、生み出していきたいっていうふうに思うかっていうところがある程度ないと、それは働いた方がいいのかっていうところにまずたどり着かないんですよ。コーヒー好きだな、飲むの好きだな、いろんなコーヒー屋さんに行ってコーヒー好き、味の違いは面白いっていうところは、働くのがベストかどうかは分かんないんですね。それを趣味として置いといて、働くは働くで自分の技術を、や才能を生かして別のところでお金を持って、で、まあひたすらコーヒー飲むっていう方が幸せなことも多いと思うんですよ。コーヒーってなんか結構ロマンがあるんで、面白いと思ったらじゃあそれを仕事にするのが最高っていうふうに思う方も多いかもしれないですけど、決してそれが人生としていいかどうかは分かんないと思うですね。僕はもうそのぐらい好きになって、これを伝える側になるのが面白いっていうふうに思ったんで、まあ例えばね、水筒にコーヒー入れてって大学の友達とかに飲んでもらって、え、こんなイチゴの味するコーヒー初めて飲んだとか、コーヒー好きになったっていうふうに言ってくれたのがめっちゃ嬉しくて、こうやって伝えてコーヒーの魅力が初めてその人の何だろうな、日常に根付くとめっちゃ嬉しいなってことに気づいて、伝える側として広げていきたいというふうに思った時に、まあバリスタになるお店を持つっていうことが選択肢になったんですけども、まあ、そうなるかどうかって一回伝えることを経験してみるかどうかって変わると思うんですね。で、なかなか普段日常的に自分がコーヒーを伝える側に立つ、まあ、疑似的にバリスタになるっていう経験ってすごい少ないんで、なんともね、判断しづらいと思うんですよ。なんかコーヒー学びたいな、知りたいなっていうテンションでバリスタになりたいって人も多くいると思ってて、で、そういう時におすすめなのは、とりあえずチェーン店でもいいからバリスタになってみるっていうのが、まあ、一番早いかなと思います。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。その人が今面白いと思ってるコーヒーの味とはちょっと違うかもしれないし、その人が今届けたいと思ってる、まあ届けたいまでいかないか、コーヒーとして面白いと思ってるポイントと、そのチェーン店がやってること、マニュアル化された仕事とはちょっと違うかもしれないんですけど、まずはコーヒーを作ってお客さんに出すっていう仕事を経験するだけでも、あ、その先にこういうリアクション来た時が嬉しいんだなとか、その先に自分は特にこういうコーヒーで伝えられたらいいなとか、チェーン店で自分のお店に来てくれるお客さんはこういう感じだけど、もっとこういう人にリーチしたいなとか、まあそこで見えてくる具体的な自分がやりたいコーヒーの世界が見えてくると思うんで、それがあった上でチェーン店を辞めてこのお店に働くのがベストだって自分で確信を得れるかもしれないし、そのお店のまあ面接で、なんでうち受けたんですかとか、コーヒーで どんなことやりたいんですかとか、コーヒーが好きになったきっかけ何なんですかとかっていうふうに聞かれると、まあ、はっきりバシッと、自信を持って答えれるようになるかな。そこでまあお店側も、あ、この人は自分たちが目指したい方向と一緒だなとか、本当に熱を持って確かにやってくれるんだなっていうことが分かると思うんで、それで働ける働けないが大きく左右されるんじゃないかなと思いますし、場合によっては別にこの個人店とかね、コンセプトがあるところに働くことが正解じゃなくて、チェーン店で働いては見たけど、まあコーヒーを飲むぐらいで留めるのが自分はちょうどいいかなっていうふうに思ったら、それはそれでいいと思うし、もう明確に
ひたすら美味しいコーヒーを飲むっていうところで突き進んで楽しい、めちゃくちゃ楽しいんで、まあ、まずはなんか気軽にコーヒーを出す側の立場に立ってみるっていう意味では、チェーン店でバイトをしてみるっていうのもすごい分かりやすくステップアップになるかなとは思います。で、まあ、それを飛び越えて別にチェーン店で働かなくてももうすでに自分はこういうコーヒーとしてこういうことを世の中に伝えたいとか、世の中っていう風に広くなくても来てくれた人にこういう気持ちになってほしいとか、こういうコーヒーでこういうコーヒーの存在をしてほしいとか、まあ、何らかのやりたいことがあるのであれば、それに合うお店、そういう似たようなこと、自分の方向性に合うようなことをやってるのお店に、まあ、話を聞きに行ってみるのもいいんじゃないかなと思いますね。どうなんでしょうね、この動画を見てくれてる人がまあ、バリスタになりたいなっていう風に思ってくれてる人も、まあ、タイトルとかね、サムネを見て聞いてくれてる方も多いかなっていう風に思うんですけど、まあ、実際にバリスタになりたいっていう風に思った時にどういうような行動、何をすればいいかっていうところはどのくらい具体的に思いつくのかなっていう風に思うんですけど、一般的に考えると、まあ、好きなお店に応募する、チェーン店で、に働くと、あとはもう一個は、まあ、その思われがちかなっていうふうに思うのはバリスタとして最前線で働くとか、あのお店で働くためにはめちゃめちゃコーヒーの技術とか知識がないといけないんじゃないか、お店に行ったらね、そのすごいお店ほど、いいお店ほどさらっとそのコーヒー豆の説明をいい感じにしてくれるし、まあ、いい体験があるはずなんで、まあ、その自分がいいなっていうふうに思ったバリスタを見てると、そんな技術や知識がないと働けないんじゃないかっていう風に、まあ、ちょっとなんだろうな、プレッシャーに思っちゃう人もいるんじゃないかなとは思うんですけど、決してそれは必要不可欠ではないと思います。コーヒーを伝えるっていう熱意と、まあ、あとなんでそれをやりたいかっていう、まあ、自分の中での納得があれば、別にその必要な知識だったり技術っていうのは働きながら身につくし、まあ、学ぶことは少なくとも目的ではないと思うんです。働くっていうことは学ぶっていうこととは違って、学ぶのは働いて価値を出すために、まあ、お客さんに何かを伝えるために学ばなきゃいけないっていうことなので、まあ、学びたいためにお店で働くっていうのは、まあ、ちょっとなんか目的と手段が違うかもしれないんですけども、いずれにしても働くっていうことをやる上では少なくとも知らないと、そして技術がないとそれはできないので、そういう意味では別に今なくても入ってから習得できると思いますし、まあ、あとはね、まあ、チェーン店とかであればある程度そのトレーニングっていうのはマニュアル化されてて本当すごいと思うんですけど、誰でも入ってきたら基本的なことがすぐできるようになるはずだし、まあ、こういう個人店とか小さいお店こそやってることとか伝えたいこととか伝えるやり方、あとコーヒーの味、アプローチっていうのが結構お店によって違うんで、個性が尖ってるほど違いがあるんで、むしろ前情報とか別のところの知識がない方がすんなりと分かりやすい。例えばね、全然違うスタイルのコーヒー屋さんの技術を持っていたりして、で、まあ、それはそれで素晴らしいことだと思うし、否定する余地は全くないんですけども、まあ、新しく働いたお店とスタイルがちょっと違うと、まあ、上書きしなきゃいけないんですね。だけど前のアプローチが残ってるとついついそれが出ちゃったりとかね、お店がやりたいアプローチ、素材がやっぱ変わってくるんで、お店によってコーヒー豆がそもそも違うし、コーヒー豆、生豆が違えば焙煎のアプローチだったり入れるアプローチも変わってくるんで、その辺で、まあ、ズレが起きてきてしまう可能性が大きい。コーヒーって一括りにしても、まあ、全部確かにコーヒーだけど、コーヒーの中のこの部分が面白い、この部分を伝えたい、こういうところをやっていこうっていうのはお店によって違うんで、若干ね、守備範囲がね結構違うんですよ。特に例えばローストのスタイルでやる見ると分かりやすいと思うんですけど、浅煎りと深煎りとで味わいも違うし、届けたい体験も違うし、どっちもあった方がいいし、でも、それぞれは自分たちの世界をより伝えようというふうに思ってるし、で、まあ豆もね、どんなものを仕入れるかっていうのが届けたい体験も違うんで、そういうところで技術や知識っていうのはそのお店の中で、そのお店のスタイルで最適な、やり方を身につけてい いくのがいいと思う。身につけていけるはずなんで、なので別にそうだな、バッチバチのすごい技術とか、まあそれこそライセンス、何かの資格を持って自分はコーヒーできるんですっていうことがアピールできないと働けないっていう条件では全くないと思います。資格取ったり勉強するのもね時間かかるし、どっちかっていうと作ってみる立場でどんどん自分がどういうことを伝えたいのか、どういう、なんだろう、熱を持ってね、コーヒーを通して何がしたいかっていうところをはっきりさせる方が、お目当てのコーヒー屋さん、自分に合うコーヒー屋さんで働くには手っ取り早いかもしれないなと僕は思ってます。そういう意味ではまずいいコーヒーを知る、そしていいバリスタを知る、目指したい自分の方向性を、まあ、はっきりさせるっていう意味でいろんなコーヒー屋さんを回って
コーヒー好きなんだったらコーヒーを伝えたいとかバリスタになりたいっていうふうに思うんだったら、本当に思うんだったら自分がいいっていうお店一軒でもあれば、そこのお店のバリスタに他になんかいい感じのお店おすすめありますかっていうところからどんどん回ってって、いろんなメニュー飲んでって、その出し方とか味とかお店の作り方とかサービスとかいいと思うところどんどん切り取って、自分の中でこういうバリスタになりたい、こういう感覚を届けたい、こういうことが自分はコーヒーとしてやりたいんだっていうことを言えるような状態になると、まあそれがね、合う合わないの問題でお店には伝えられると思うし、合えば採用されるっていうことが起きると思うんで、まあ最初にお勧めしたのは、とりあえずコーヒーを作る側の立場に立ってみてもいいんじゃないかっていうことは、チェーン店で働くっていう第一歩としてお勧めしてみたんですけども、そうじゃなくても最初からいろんなコーヒー様回って、で自分が作りたいというかね、バリスタとしてどんなことしたいかっていうところが明確になった上で、それに合うようなお店で働くっていうのも、まあ、できるかなとは思います。まあ、そんなところがね、バリスタとして働く、まあバリスタになるのが一番早いんで、コーヒーの技術や知識なんてまあ後からついてくるんですよ。必要だなって思った方が身につくじゃないですか。まあ、どうなんだろうな、その辺のやり方はそれぞれかもしれないですけど、僕は割とそういうタイプだったんですね。ただ勉強する時も、受験勉強はなんかちょっとこう、もう何のためにやるのって思う人もいると思うんですね。だけどこういう時に役に立つんですよ。このために必要な、勉強なんですよっていうのが分かった瞬間、めちゃやる気になる。特にそれが自分の興味があることとかになった瞬間、勉強に頭に入ってくる、より知りたいというふうに思ったりするし、まあよくなんか英語の一番の上達法は英語話せるネイティブの人と付き合うことだっていうふうに言う人もいると思うんですけども、本当にそういうことだと思うんですよ。でコーヒーもまあ実際にそのコーヒーを作んなきゃ、美味しく作んないといけないっていう立場になってみると、学ばざるを得ないし、まあその立場に立ちたいと思ってる時点でコーヒーのこんなところを知りたいっていうことが自分の中ではっきり熱として持ってるはずだし、出しながら特にこういうとこが足りないっていうことがだんだん見えてくるはずなんで、まあ例えばね、よくあるのは酸味と甘さと苦味の味のところの切り分けがはっきり飲んだ瞬間にできないとかっていう、すごい具体的な舌の話かもしれないし、お客さんのと話しながらコーヒーに集中するのができないっていう慣れの話かもしれないし、あとは豆の情報っていうのがなかなか分かんなくて、お客さんに聞かれた時に答えるのが不安とか自信がないっていうような最初のバリスタの悩みもあるかもしれない。まあそれも結局好きであれば勝手についてくる、必要だと思うんだったら勝手についてくるんで、まあ、そういう意味で技術とかスキルとか資格とかっていうところにとらわれすぎずに、この、まあ、自分の作りたいコーヒーっていうか、自分のが思うコーヒーの面白さっていうところを、まあ、突き詰めていくっていうところが、バリスタとして、まあ、働く第一歩としては一番早いのかなというふうに思うし、まあ、まずは提供する立場に立ってみるっていうのも、一つの手段かなというふうに思っています。まあ、僕自身ね、全然偉そうなことを言える立場ではないと思うんですけども、まあ少なからず、まあ、バリスタが増えてほしいなというふうに思うし、まあそれもいい形で、その人が望む、楽しいというふうに思う形で、でよりこう価値のある面白いこのコーヒーが広がっていくといいなというふうに思うと、まあ結構ね、僕にもコーヒーをやりたいですとか、バリスタになりたいけどどうすればいいですかっていう質問もいただくことも多いので、まあ動画でお話してみたっていう感じですね。まあちょっとお話ししきれてない部分とか、ツッコミどころとか、逆にこういうパターンどうなんですかとか、こういうところ知りたいですっていうところの声もあると思うので、もしまあもう少し話した方がいいところとか、質問とかがあればコメント欄にお待ちしております。まあそんな感じで、バリスタになりたい方も見てくれてると思いますし、そうじゃない方も動画を見ていただいてると思うんですけども、まあ僕としてはね、気軽に、コーヒーを楽しんでいけたらっていうふうに思っておりますので、ゆるく楽しくコーヒーを飲んでいきましょう。